江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本に比べて我が国に不足しているものというですねスレッドがありましたので、ご紹介していきたいと思います。それではスレ主の書き込み行ってみましょう。くーちゃんお願いします。なんだろう、謙虚さが足りないのだと思います。お、実際に最近の経済的文化的な発展は凄まじく、この数十年で一気に成長して先進国の隊列に加わりました。しかし自国を称賛するためにいちいち比較対象として東南アジアや北東アジアの国々を挙げて相手国を卑下するような発言をします。比較の文化が国民性として定着していることから、それを国家単位でもやってしまっています。一時的に自尊心は満たされるかもしれませんが、比較対象となった相手国はどう感じるでしょうか。そうそうそう、最近は特にそのような行動が目立つので、無駄に敵を増やしているのだと思います。先に先進国となった日本を見ると、何かに成功したとしても自画自賛せず、自分たちはまだまだだからこれからも努力を続けるという謙虚な姿勢を崩しません。おそらく海外で好かれているのも、そのような謙虚で控えめな姿勢が評価されているからでしょう。我が国も日本の良い部分は学ぶべきだと思いました。はい、という意見です。それではですね、こちらに対して渓谷の反応いってみましょう。謙虚さ、はい、じゃあですね、1人目こちら。日本が謙虚で好かれている、どんなデタラメですか。少なくとも私は初めて聞きました。日本が謙虚かどうかは知らないけど、自画自賛はみっともないからやめるべきだと思う。評価はあくまで他人がすることであって、自画自賛しながら他国を見下すのは絶対に間違えている。サッカーの試合の後にロッカールームを片付けて自画自賛して広報している国が謙虚。我が国が自画自賛に忙しい国であることは認めるけど、日本が謙虚というのは絶対に認められない。日本のどの部分を見て謙虚だと思ってるんだ。いつも大きな態度で挑発を繰り返しているというのに。大谷翔平を見ればよくわかる。決して傲慢にならず、どこまでもストイックに謙虚に生きている。大谷は日本でもかなり特殊なケース。世界的に見ても大谷みたいな人間がいないからこそ、国籍を超えて評価されている。心の中でどう思ってるのかわからないけど、態度だけで見ると確かに謙虚に見える。しかし、歴史的に見てみると、謙虚という言葉の意味を調べ直してください。なんで、最近は日本を賛美するスレがこんなに多いんだ。お金でももらって書いてるのか？謙虚の生きる国だったら、戦犯国にはならなかった。日本が謙虚な国であれば、世界中の国が謙虚ということになる。タクシーのドアを自動、手動で開いて、外国人にすごい。させてる国が謙虚ってわらわら。謙虚というか暗い感じがする。いつも自分たちを卑下しているような感じ。ああ、まあね、なんかね、自己否定はやっぱ強いかもしれないね。西欧列強に対しては昔から低姿勢だったし、弱い国に対しては横暴な態度だった。海外で謙虚だと思われているのは強国に対していつも低姿勢だから。まあ我が国に比べれば謙虚だろう。文政権が軽貿易を広報していた時は本当に恥ずかしかったそう、別にまあ日本が謙虚、まあ日本どうだろうね、世界に比べたら日本は謙虚すぎる部分もあるかもしれないけど、渓谷さんはね、あの謙虚さのかけらもないからね、真逆だよね。まあこれはもう、日本が謙虚になるのは西洋に対してだけ。あ、日本は裏表が激しい国なので、謙虚だとしても形だけですよ。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応行ってみましょう。はい、じゃあですね、上の方から行きますかね。この辺から行こうかな。先進国の隊列、ほほう。自国のもので満足してください。比較するからか落ち込むのだよ。日本とアメリカが下駄履かせたからね。悪目立ちはしているね。やられると火がついたように切れるのにやるよな。お前ら先進国って何だと思ってるんだ。謙虚が足りない、全くないの間違いでは。別に学ばんでいいから日本に絡んでこないで。お前らは学ぶんじゃなくてパクるんだろう。かっこ笑い。
大昔から努力をしないから未開の国って言われたんでしょう。かっこ笑い。ムンちゃんの宇宙大統領は自画自賛に該当するにだか。自画自賛って候補を捨てるのは他国メディアなのにね。嘘ばっか言うから K には謙虚にならないんだろ。わら。警告犯自画自賛って言葉の意味知ってんのかな。わら。ロッカールームの写真あげたのはFIFAだろ。こういうやりとり見てても謙虚になれないのがわかる。一郎さんや長谷部誠は、わらわら長谷部さんはドイツのチームでコーチやるんだってよ。日本人でも警告を称賛すれば謙虚でいい人認定。お前ら真似したけど次からやらなくなってなかったか。得にならんことはしないから継続できない。お前らはそんなもん。恥ずかしいって意識あったのか。かっこ笑い。謙虚と自己否定は違うと思うけどな。謙虚な人がは極端な選択なんてしないのよ。わら。裏表がない結果が警告なら裏表がなんぼと思うわ。まともにできることが何一つないのに態度だけはでかくてずうずうしい。お前らが何を言うのか。わら。自分たちが裏表があるから日本の裏表がないはずがないと思ってるんだよな。別にどう思おうが勝手だがな。見てる国はちゃんと見てるから。わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。